ばい、早期防戦の到着出たか。え、嘘。マジか。おい、三軍の途中も出たぞ。うわ。三軍の途中かーってことは、指揮統制とか回復してるパティンか。大先生、リスボン。うん、来られてんねん。大先生。なんや。なんとかフランス軍で対応してくれ。もうイギリスも動き始めてるから。は、了解です。ついに41年に入った。ちょっと待ってよー。なんで何々、ちょっと待って。鳥が見える。ほーい。大先生。お前、それは頼むで。大先生、コラボに頼むぞ。ちょっと待ってくれ。ちょっとこれは面倒見切れずくなってブロゴスのやつ1軍団だけ残して引き抜け。了解了解。ちょっと待って。なんか溶けんねん。大先生、でも西団しかいないからなんとかなろう。いや、母船の可能性があるから。母船やと死ぬ。今攻撃してるやつを確認してくれ、相手の。了解。 HQ って書いてるけど母船も HQ の可能性高いしな。なんか今までだとなんか違ったりする。いや、同じか。うん。じゃあいいや。じゃあ倒してね。じゃあ頑張れよ。頑張れよ。ちょっと待って、フランス軍さ、残り何個してたんこれ。100何個ってはずねんけど。いや、めっちゃ溶けた。だいぶ溶けたな。うん。30個 ?20 溶けてんの気づかんと殴り続けるから、どうしても溶けんのは違うんだね。51、死んでどうぞ。マジ、全部合わせて51じゃないですか。ほら、もう死んでどうぞ。なかなか業が深い戦いのようだな。頑張れ大先生。どうぞ。お前の働きが人類のこの先にかかってるんやで。そうやぞ。頑張るわ。そうやぞ。そうだ。そこのもう一人のエイリアン、お前も知るか。見て、今めっちゃ頑張ってる。めっちゃ頑張ってる。お前がそもそも突破されなかったらこんなことにはなってねえんだよ。アクションロー。エイリアンを誘導したくせによく言うよ、お前。なんか。バルカン半島住み心地いいなって。ああ？電車場とか飛んできてさ。まあ今回に沈めんぞこら。絶対それ電車場と伊勢にレールインレールインアースじゃないやろ絶対。怖いのはさ、ギリシャにもさ母船来てるんちゃうかって考えるとめっちゃ怖い。こんだけいたら勝てるよ多分。そうなったら。いやあれは大丈夫。すぐに。全員に知らせて対処を考えよう、うん、そうそう、ほうれん草なんかほうれん草できひんクズが一匹おるけど。いやあれはね、大先生が無能だからであって、あれは普通のユニットだから。現実逃避始まったぞ。そうなの。大先生がガバガバさを。よし、新しい戦車ができたぞ、投入だ。そうなの。じゃあ安心したわ。大丈夫だよ。いけ。そうか、いや本当に安心したわ。これだから回復する練習は。じゃがいも食ったら強くなるかな。無理です。グサマ、ベルティに攻勢かけていただいてもよろしいでしょうか。後でね、その、バルタの軍隊終わってからで結構です。やべえよ、バルタの地名全然わかんねえな。ああ、はいはい、ああ、どうする、どうする。ああ、ここ、攻勢が終わったらどこに。あ、いや、バルタここでっか。イギリスパイセンはもうそのまま南下しちゃってどうぞ。わかった、お願いします。いや、もうドイツであと言わんと思ったな。いや、もうだってもうほらドイツ様とイギリス様が来てくれてるからね。頼もしいな。うっす、手伝いに行きました。あー、先輩の分。あー、先輩ありがとうございます。あー、おだちんとしてイタリア半島全部活用しますんで。ていうか、大先生その分布いいぞ、これ大先生、いいぞ、これバラバラにしてる、いいぞ、この展開の仕方いいぞ、お、急に有能になったな。ありがとう。もしかして、こいつエイリアンに変わったんじゃん。あ、エイリアンに指導してもらった、もしかして。ちょ、脳改造手術とか受けたから。やったぜ。じゃあ、ついに衝突来た。母船と母船だと思われる。あー、確かにこれちょっと見たことないタイプだな。母船なんかな。どうするかよ、おかり。あ、いや、普通の名前の司令部なんだけど、ちょっと知らない絵だね、絵柄だね、これ。あ、じゃあ、それとも当然やな、間違いない。ここに来たか、みんな、ごめんね。イベリアで押さえときたかったけど、あー、ビレネー。あー、ちょっと待って、おい、待て、ビレネー、絶対止めろ。止められない。大先生、すぐにお前、ビルバオとお前、サラボサダッシュして、お前閉じ込めろ。止められねえよ。
イエロー、イエロー、ちょっと待って、ポーの軍隊が攻撃されてる。ドイツ先輩逃げて、超逃げて。お、逃げてる。よかった。大丈夫か、そのサラゴサになんか向かってる軍隊も多分移動した瞬間になんかぶち殺されたけど大丈夫か。まあ大丈夫か。大先生、塗り合い頑張るしかない。頑張って、超頑張って。綺麗に突破されたんじゃ。クソ、レコンキスタンだとやること俺幼稚園の遊びやで。動っこ。あ汚ねえ。悪夢だ。お前悪夢なり。おらよっしゃい。おお、よし、切れた、行くぞー。まず左、よし、行くぞ。まあまあそうだ。よし、じゃあ突破、突破、突破開始。わーい、おめえだ。いやね、やばいな、こっちか。俺やっぱ硬いか。やばい、だいぶ溶けた。じゃあとりあえず固めて放置で、じゃない10倍10。あーっと、あーっと、2種のやつ、そっちに構成かけなってるよ。あ、いや、どうや、そこに引き寄せてソフィア切ったらいけるか。ソフィア切って、あー、ゴルナジョ前山岳か。プロブディフも山岳やねんな。ちょっとマジかよ。やばい、バブミある、バブミある。早く、あー、これ崩壊するぞ。スペダッチャ、よし、ちょっと、どんどん今いける。今プレベン、おらかけるぞ俺も。あの、うまくいけばあのプレベンの軍隊を排除して、あ、勝った、よっしゃよっしゃよっしゃ。ここ占領してくれたらプレベンのやつが移動して多分解ける。いや、あー、ソフィアが勝ったんじゃん。プレベンいったな。よし、これで勝った。いけるか。スライオバの軍隊動かした方がいい。よしよしよし、プレスキナ抜いた。よし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 、大先生意外とうまくやってるよなこれ。助けて。塗り絵に関しては有能、塗り絵に関しては。さすがリアルで おかんを泣かせまくった男だ。それ、ここ、来た、みんな落ち着け。これ、どうする一回止めよう。どうする分野での経験を重視、新規の向上設定。いや、かっこいい。俺は30だよ。多分これ、みんな別々だろ。あー、そうなんや。あ、国によって別だ。エビジメントエイリアンユーラシア軍で士気の低下が発生。よしじゃあ俺産業分野での提携を重視、新規の工場を設立する。じゃあ俺も IC やな。それは俺もだな。よしよし、産業だ。いやー、ここまで来たな。ようやくや。いやー、そこが始まる。そう、逆襲の始まりやぞ。逆襲の始まりや、来たわ。じゃあボッコボコにしたろうぜ。ちょっとアプデ、おい、見せたるで。いいぞ。お、プレベン。よっしゃ、プレベン死んだ。よし、先輩やりましたよ。バトゥーミの方面が突破できたんで転用できます。これでもうトルコ突破できますね。やったぜ。やった。どうする、プレベン突破したからブラカを適当に落とす。ギャーッ、とりあえずソフィアを出ます。ピンから悲鳴が聞こえるけど聞こえなかったことにしよう。プロビフに攻勢かけますか。どうしますか。プロビフに行く先。いや、どっちでもいい。あ、でもあれか、スライオバの軍隊動かしたいな。そうやったらブラカか。よし、じゃあブラカ大攻勢。私の進行だ。ちょ、悲しみが聞こえる。よし、いけ。ブラカ包囲した。ブラカ攻撃や、大攻勢で死亡。あ、勝ったな。よし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 。日本はどうなん、やばい。日本はね、どれプロビすごいよ。でも聞いて、全軍80師団かで1つのプロビデンス行って負けましたと。その後全軍で、向こうの全軍で攻撃されたけど一歩も引かなかった日本軍。さすがさすがおさすがさすが、大和魂おーやるね。大和魂最強なんやなって。結論は動けない。全然大丈夫、そこで維持してくれれば。いや、でもここで維持するだけで全然違うやろ。あグル様、あ、みんな入れ、今入れ、チャンスだ。あ、チャンス、行っちゃおう。今ロブディフ今ボコれるんじゃん。ゴルナチマが開いた、チャンス。あ、ほんまや。おや、行け、サロニカや。これでサロニカ、これで分断できる。いろ。そこ移動して。シュン。早い。やった。おお。大事。防御支援だ。よし、サロニカ突破。よっしゃ。シュク、サロニカ突破。あ、ブラディフもこれ突破して。いける、絶対いける。いける。あの一人悲し、おかんに悲しみを覚えてるやつが早く助けないと。来たー、神の兵士の出来上がりや。おかんに対して。ナイス。
おかんに対して圧倒的な強さを誇ってたやろ、お前。よっしゃーちょっと、あの、お前もしかして今リアルな話してるやろ。よう、よう気づいた。よし、じゃあみんなで、カバラを攻撃し。了解したぞ。了解。あ、カバラ攻撃かけてます。カバラ攻撃かけてます。支援かけてます。支援かけてます。よし、行け、神の兵士たちよ。ようやく到着した。哀れなパリッドたちが。カバラ進行してまーす。はい、カバラ、あ、カバラ、カバラ、これ終わったやろ。カバラは終わった。あ、いけた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 。はい、勝った、うぅぅやったーティアラな。よし、俺ティアラ、ティアラの方に向かうぞ。ちょっと待って、神の兵士ガン溶けする。神の兵士が全ていなくなる、これは。また作ればいいんだよ。だから言ったじゃん。あ、神の兵士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 あ、逆殺だってこれ、セーフに。ちょっと待って、ちょっと待って、見てない間にお前の君さらに減ったな。ピラナ行くぞ、お前ら。準備はいいか。オッケー、支援攻撃受けました。ちょっと待って、ちょっと集まる。もうちょっと頑張ろう。もうちょっと集めよう。あ、ピラナなかなかいけん。いや、いける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 。もういけるいける。もういける。よし。あの、人類の勝利じゃなくて、ここにも窓足っぽいてくるとかやめてくれよ。いや、てか、フラグ立てんだよ。窓足っぽは一番親風のところで遊んでるから。なんで今フラグ立てたんよ。ちょっと今親孝行してるからちょっと待っといて。よし、いた、突破した、終わった。えい、一回。よし、終わったな。助けて。初頭回りでください。助けて。ちっちゃい声で。いや、もうとりあえず新しいの作って塗り絵し続けるしかない。以上。スプラトゥーン。一発でした。わーい。ごめんなさい、もうトゥールズまで行ってしまった。やばい、日本軍攻撃されてる。あ、やば。あ、じゃん。あいこ、振り作り。あ、まあまあ、我々はいずれマザシポ討伐に行くが、近い、ありがたい。あ、ローマに行くんじゃないのこれ。これやばいやばいやばい。おかんローマ行く。おかん。やばいやばいやばい。マジ。ローマ旅行始まってる。やっと神の兵士が出来上がった。お前ジェロバ行こうとしてるぞ今。助けて。キクラはもうみんな支援かけてる。あ、やってますわ。あ、じゃあ行ってきます。あ、行っちゃえ。行け。行けるかこれ。519。あ、いや、行けそう。行けそう、突破してる。あ、勝ったな。こいつ強すぎやろ。やばい、こいつ知らない間に高知戦と反撃戦覚えてやがる。ちょっと待って、お前そのスキル高いのに。何お前地球の環境に慣れすぎやろお前お前行くよし大先生この戦車11機なんでよしやったーよし優しいおいちょっとおいイタリアのバザーシップ殺していくぞ助けてあれ倒せんのこれ無理だと思います500で囲んで殴る